佐賀新聞を購読の皆さん、さわやかかぐや姫の小木まみです。安藤リリアです。今回木工祭りでは2000点を超える家具がネット上で勢ぞろいしますので、自分のお好みの家具を見つけてぜひお買い求めください。お客さんでおなじみの久保田雅人さんの木工工作ワークショップ、身近なもので作れるのでぜひ楽しんでください。ネットで待ってます。